こんにちは、水彩画の酒井です。今日は札幌のお隣、北海道江別市の郊外の風景を描いてみたいと思います。北海道を代表する風景の一つであったサイロのある風景、このサイロは最近もう使われなくなってしまいました。北海道でもだんだん見ることのできなくなったこのサイロのある風景を今回は描いてみたいと思います。用紙はアバロンのブロックタイプ F4 号サイズを使っています。今回も鉛筆を使わずにいきなり筆で描いていっています。これぐらいの建物の風景はあまり細かいことを気にする必要はないと思います。多少違っても大丈夫だと思いますので、のびのびと描いていきましょう。この絵の中の重要な部分となるサイロと道幅などが決まりましたら、一旦この状態を軽く乾かして、それから空を塗っていこうと思います。固めのナイロン製のハケを使って塗っています。100円ショップに売っている3センチ幅のものなんですが、私これが一番気に入っています。上の青を塗りましたら、下は少し水多めで塗っています。それを中間でぶつけます。すると綺麗なグラデーションができます。私はこの方法でいつもやっています。一発で綺麗な空が塗れるような気がします。サイロの部分のベースに空の青があまりにも入ってますと色が濁るかもしれないなと思ったので、今ティッシュで少し抜いています。ここまで来ましたら、暗い部分はどこだろうというふうに暗い部分を確認しながら、その部分を押さえていきます。筆には水をたっぷりつけます。絵の具は筆先だけにつけて、紙の上でも筆は強く押さないようにします。それを私はいつも心がけて描いています。中央の道路部分はうっすらと雪が積もっていますが、雪だと思うと皆さん白く残そうとしてしまいますけれども、真っ白にしますと何も描いてないようになってしまいます。雪のところというのは非常に影の部分というか陰影もそうですが、非常にシビアに色が出てきます。ですから思い切って雪の部分も色をつけていきましょう。次にサイロを描きますけれども、ちょっと中心を描いて、両端の位置を決めたりしますと、比較的曲がらないでまっすぐ描けると思いますけれども、私今ちょっと曲がってしまいましたね。急いで恥ずかしいので、全体を塗りつぶしています。こうすると分からなくなったと思いますけれども、ちょっと今YouTube 撮影用に上にカメラがあって、体を斜めにしているものですから、どうも曲がってしまいます。体を紙の中心にまっすぐ持ってきて描くようにすると、曲がり方も少なく済むのではないかと思います。乾かないうちにその中に色を落としていって、滑らかな調子を作っていきましょう。ここまで来ましたら、一旦ちょっと乾かして、またゆっくり描き込んでいきたいと思います。いつものお散歩のコーナーです。
このサイロのある風景の周りをちょっと見ていただきたいと思います。非常に、のどかな風景が広がっています。私の大好きな場所です。少し時間を置きましたら、このように落ち着いた色になりました。ここからまた細かい部分を描いていきたいと思います。これは晴れた日の朝の9時頃の風景ですけれども、右の方から光が来ています。サイロなどにも左右の明るさの差がしっかりついていますので、立体感を出しやすいと思います。光の状態によってその絵の描きやすさとか完成した時の見え方とか変わってくると思いますので、光の状態っていうのをよく考えた方がいいと思います。筆にはたっぷり水をつけて、絵の具は先だけにつけます。この方法を使っていますと、今あまり映っていませんけれども、右上の方のパレットを見ていただくと分かると思いますが、パレットもあまり汚れません。また水もですね、だいたい私毎日絵を描きますけれども、3日に1回ぐらい取り替えるぐらいで、大丈夫です。筆を基本的には洗っていません。先端の絵の具がなくなったら、また水をつけて、次の色をつけるという方法をとっていますので、絵の具、水で筆を洗うことがありませんので、いつまでも綺麗な状態で、描けます。本当はもう少し引いた映像を撮って、パレット全体、それから、水をつけるタイミングも見ていただきたいんですけれども、私の机の周りがあまりにも散らかっているので恥ずかしくて映せないだけです。今片付けましたら今度引いた映像も映したいと思います。写真を見ますと、道路のこの脇に白いものが、たくさんありまして、一体これは何なんだろうというふうに思っている方もいらっしゃると思いますけれども、私書かなかったんですが、実は、牧草ロールなんですね。最初の映像に出てくるこのロールは、牛の寝床に敷くためのものらしいです。それでその白いラップで巻かれた牧草は、牛の食料用の牧草なんですね。ロールベールラップサイロと呼ばれているようで、私も今調べてみまして初めて分かりました。その白いものを描いた方が、ちょっともたつきがなくて、この風景の中には良かったのかなと思いましたけれども、もう描かなかったので、このまま描かない絵にしてしまいます。ちょっともたついたのは、そのせいかなと今ここで気づいています。この辺で、また大きく全体に色をかけています。これをすることによって、色に深みが出たり、
全体の統一感が出ると思いますので、手早くやっています。手早くやらないと、下の色が剥がれてきてしまいますので、できるだけ手早く塗っていくことが、コツだと思います。不透明の白を使ってハイライトの部分を入れていきます。入れすぎちゃいますとうるさくなって、かえってもたついた感じになります。この見極めが非常に難しいと思います。ちょっと私入れすぎる傾向にあります。もし皆さんもやってみるときには、入れすぎには注意しましょう。ここの下の道路のところの、これはトラクターのタイヤの跡だと思いますけれども、ここにも少しハイライトを入れて、雪のその光った感じをちょっと出していこうと思っています。最後に、またそれですかと思っている方がいると思いますけれども、筆を叩いて、白い点をつけています。これをすることによって、最初に描いた柔らかい調子と少し別な調子が加わるので、退屈な感じがなくなるのかなと思ってやっています。ちょっと最初にサイロのあたりに、飛んでしまいました。別にそこにつけるつもりじゃなかったんですけれども、こういうふうにならないために、飛ばしたくないところには、紙などを置いて、飛ばないマスクをしておくといいと思います。で、最後に焦ってこのサイロに飛んだ点を消してしまったんですけど、今見てる感じではそこに白い点が一つあってもよかったのかなと思ってますけれども、完成の絵にはそこなくなってると思います。さらに暗い部分を描き込んで完成となります。大自然の中の風景ですけれども、車で15分ぐらい行くとコンビニがあります。そこでコーヒーを買って飲みながらこの風景を眺めているのが大好きな時間です。こんなような感じに仕上がりました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もどうかよろしくお願いいたします。それではまた。